レッドソックスは自主練習で沢村姿見せず、NFL 観戦の選手もレッドソックスのアレックス・コーラ監督は17日、日本時間18日に記者会見に応じ、左腕ロドリゲスを18日、同19日に本拠地フェンウェイ・パークで行われるアストロズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に先発することを明かした。自主練習のため、沢村拓一投手、 33、ヤボガーズ・マルティネスら主力の姿はなく、フリ打撃も行われなかった。第1戦で先発したサワン・セールが、ブルペンで投球練習を行い、次の登板に備えた。コーラ監督によるとボストン近郊で、レプロフットボール NFL のペトリオッツがか、ウボーイズと対戦しており、複数の選手が観戦に行ったという。敵地ヒューストンでは初戦を4、5で惜敗するも、 第2戦は史上初の1試合2本の満塁弾で9、5と解消して1勝1敗だった。ポストシーズンでは2018年のリーグ優勝決定シリーズ第2戦から本拠地で6連勝中、地元ファンを熱狂させることはできるか。